初代ウェリントン公爵、アーサー・ウェルズリーは、イギリスの軍人、政治家、貴族。ナポレオン戦争で軍港を重ね、最終的に1815年のワーテルローの戦いでは、同年齢のナポレオンと改戦し、彼を打ち破った軍人として知られる。状況に応じた戦いを周到に行う名人だった。軍人としての最終階級は、陸軍元帥。 トーリー・イトの政治家としても活躍し、ジョージ4世とウィリアム4世の治世中、二度にわたって首相を務めた。ビクトリア・朝前期にも、政界の長老として活躍した。鉄の公爵の異名を取る。アイルランド貴族の初代モーニントン伯爵、ギャレット・ウェズリーの三男として、アイルランド王国首都ダブリンに生まれる。イートン校に通った後、フランスの士官学校を卒業する。 1787年にイギリス陸軍に入隊。1794年にはフランス革命戦争のベルギー・オランダ戦線でイギリス軍の退却作戦を支援して活躍した。これが初めての実戦経験となった。1796年にイギリス東インド会社が支配するインドへ派遣され、同じ頃にインド総督となった兄ウェルズリー公爵の下 インド征服戦争の指揮を取った。1799年のマイソール王国侵攻、1803年のタイマラータ同盟戦争などで戦功を挙げた。1805年にイギリスに帰国し、1806年4月にはキャサリン・パクナムと結婚、またトーリー党候補として庶民委員選挙に出馬して当選し、政界進出を果たした。1807年には、 ポートランド公爵内閣にアイルランド担当大臣として入閣している。イベリア半島において半島戦争が勃発するとナポレオンに抵抗するスペイン・ポルトガルの民衆を支援すべく1808年7月にイギリス軍を率いてポルトガルに上陸し8月にも微名ロの戦いでフランスのポルトガル遠征軍を撃破した。この後一旦帰国するが入れ替わりに ナポレオン本体が半島に侵攻してスペイン全土を制圧、再びポルトガルに侵攻してきた。これを受けて1809年4月にポルトガル中流英軍の総司令官として再度半島に派遣され、5月の道路の戦いでフランス軍をスペインに押し戻す。さらに7月にはタラベラの戦いで勝利し、この先行でウェリントン・オブ・タラベラ死者区の借位を与えられ、 貴族に列した。1810年5月からのフランス軍のポルトガル再侵入もトレス・ベドラス戦を作らせておいたのが功を奏し、1811年3月までにスペインに追い返すことができた。同年5月からスペイン・ポルトガル国境地帯の要塞の攻略を目指し、1812年3月から4月にかけてのバダホスの戦いの勝利でそれを達成した。そので、 ウェリントン伯爵に除される。同年6月よりスペイン侵攻を開始し、7月にサラマンカの戦いでフランス軍を撃破したことで、8月にはマドリード占領に成功した。この功績でウェリントン公爵に除された。しかしこの後ブルゴス攻略に失敗し、さらにフランス軍がマドリードに接近してきたため、全軍をポルトガルまで後退させた。 ポルトガルで越冬した後、1813年5月からスペイン再侵攻を開始し、6月のビトリアの戦いでスペイン王、ジョゼフ・ボナパルト率いるフランス軍を撃破した。この戦いで半島戦争のイギリス軍の優位は決定的となった。この先行により元帥に昇進した。ロシア遠征失敗などでナポレオンが四面素化に陥ったのを受けて、 1813年10月よりスペインフランス国境を越えてフランス領侵攻を開始した。1814年4月にトゥールーズを攻略したところでナポレオンの大尉の方に接した。これまでの選考をねぎらわれてウェリントン公爵に除された。同年6月にイギリスに外戦帰国。その際国民の熱狂的な歓迎を受け、その名声を不動のものにした。 同年7月にはフランス駐在イギリス大使に就任、さらに翌1815年にはウィーン会議でカスルリ一釈外相が途中帰国した後の英国の全権代理を務めた。ついでナポレオンがエルバ島を脱出してパリに復帰すると、これを迎え撃つべくブリュッセルに急行する。1815年6月18日のアーテルローの戦いでは、 ブリッフヘル元帥率,率いるプロイセン軍と協力して、ナポレオン撃破に決定的な役割を果たし、その野望を最終的に打ち砕くに至った。ナポレオン戦争後は、フランス占領軍総司令官を務め、敗戦国に、寛大な占領統治を行った。占領軍の撤収が完了した後の1818 18年12月に、イギリスに帰国した。帰国後は主に政界で活躍する。 1819年にリバプール伯爵内閣の補給長長官に就任し、1827年2月まで在職する。1827年1月には軍職の陸軍総司令官にも就任している。しかし保守的なウェリントン公爵は、閣内でジョージ・カニングラ自由主義派閣僚と対立を深めており、1827年2月にリバプール伯爵が首相を辞職し、 カニングがその公認となった際に、カトリック解放の方針に反発して辞職することとなった。カニングの休止、続くゴドリッチ主釈内閣と国王上ジ,ジ4世の対立により、1828年1月にはウェリントン公爵に対名効果があった。カトリック問題を棚上げすることでカニング派の入閣を取り付けて第一次ウェリントン公爵内閣の組閣に成功した。 しかし、自由主義的なカニング派と意見が合わず、1828年5月から6月にかけてカニング派閣僚に集団辞職された。もともとカトリック解放に慎重だったウェリントン公爵だが、元命ではなくアイルランドカトリックが議員に当選するという情勢の変化に応じて、1829年4月にはカトリック解放法案を可決させた。しかしこれにより、 党内の亀裂が深まり内閣の基盤は弱くなった。選挙法改正の機運が高まる中、野党の団結は進み、1830年11月に、ウェリントン公爵内閣は議会で敗北を喫し、総辞職を余儀なくされた。これによって、半世紀ぶりの保育党への政権交代が起こった。保育政権の間も、野党通りーー党を党首として指導したが、 同党庶民委員内総務、サーロバート・ピール順断尺に党の実務を委ねることが多くなっていった。保育党政権が推し進める第一次選挙法改正を阻止しようとしたが、失敗している。1834年11月に保育党政権の首相メルバーン死尺が国王ウィリアム4世と対立して解任された際に国王より対名を降下され、 イタリア訪問中のピールが帰国するまでの暫定政権として第2次ウェリントン公爵内閣を組閣した。12月にピールが帰国すると直ちに首相職を譲り第1次ピール内閣の外務大臣に転じた。結局第1次ピール内閣は早期に倒閣されメルバーン主爵政権に戻るもウェリントン公爵は一貫してピールを支え続けた。 1837年に即位したビクトリア女王からも熱い信任を寄せられていたが、1839年の進出助官事件時の女王の説得には失敗した。1841年成立の第二次、ピール内閣には無任所大臣として入閣。1842年には軍職の陸軍総司令官職に再任され、1852年の島で勤めた。 しかしシビリアンコントロールを嫌うあまり、あらゆる軍政改革に反対して、旧式の軍隊編成に固執した。これが、クリミア戦争における英国将兵の死傷者数を増やしたことにつながったと言われる。1852年9月に、ケントのウェルマーで死去した。1769年、アイルランド貴族初代モーニントン伯爵、ギャレット・ウェズリーの三男として生まれる。 母は、初代ンキャノン子者アーサー・ヒルト・レバーの娘アン。誕生日と生誕地については、諸説あるが、1769年4月29日に、アイルランド王国首都ダブリンのアッパーメリオンストリート24番地に、生まれたとする説が有力である。長兄に、ウェルズリー子者の儀礼称号を持つリチャード、時恵に、ウィリアムがいる。また後に、弟としてヘンリー。 妹としてアンが生まれた。イングランドロンドンで初等教育を受けた後、1781年に名門パブリックスクールのイートン校に入学した。成績は波だったが、激期盛んな学生で鳴らし、よく喧嘩した。後世にアーサーは、ワーテルロに勝利できたのは、イートン校の運動場のおかげと評している。 父モーニントン伯爵の死で学費支払いに困窮した母の指示でイートン校を退学し、当時オーストリア領土だったブリュッセルに移住し、1786年から乗馬学校に通うようになった。その後、フランスアンジェのピニロール陸軍主管学校に入学する。この時にフランス語を習得する。18歳の時の1787年3月、 陸軍第73不評連隊に入隊した。同年12月には、第76不評連隊の注意となる。1788年1月には、第41不評連隊、また同年第12軽流騎兵連隊。1791年6月には、第58不評連隊、同年9月に大位に昇進した。1792年には、 第18軽流機兵連隊に転属している。1787年11月から1793年3月に、かけてはアイルランド総督のバッキンガム公爵やウエストモーランド伯爵の副官を務めた。また1790年から1795年に、かけてはアイルランド議会議員にも選出され、 革命フランスとの開戦準備やカトリック教徒への賛成権付与などを主張する。このアイルランド滞在期に未来の妻キャサリン・パクナムに最初の求婚をしているが、キャサリンの兄であるトムが妹にはもっと地位の高い相手を見つけられると考えて反対したため、この時には断られた。1793年4月30日には2位、モーニントン伯爵リチャードから借りた金で、 第33不評連隊の少佐の階級を購入した。同年のうちに中佐に昇進した。26歳の頃のアーサー・ウェズリー中佐を描いた絵画。フランス革命に対する王政列強諸国の干渉を理由に、フランス革命政府は1792年からフランス革命戦争を起こした。フランス革命軍はプロイセン・オーストリア連合軍を駆逐して、 オーストリア領土だったオランダやラインラントを制圧した。これに対して英国首相ウィリアム・ピットは列強諸国共同の外交交渉でフランス軍を占領地から撤退させようとしたがフランス革命を阻止してブルボン朝復興を図りたいオーストリアとフランス革命阻止より自国の増強を図りたいプロイセンロシアで足並みが揃わずその隙をついて フランス革命軍が進行を進め、1793年2月には、ベルギー併合を狙って、イギリスとオランダに宣戦線布告してくるに至った。国王ジョージ三世紀の次男ヨーク公爵フレデリック、率いるイギリス軍が、ベルギーのフランドルに派遣されることとなった。アーサー率いる第33不評連隊も1794年6月から、フランドルに赴き、 ヨーク公爵の軍に合流した。この戦いはイギリス軍の惨敗に終わるが、混乱状態の撤退戦の中でも、アーサーの第33不評連隊は高い規律を保ったという。9月15日にボクステイルでヨーク公爵の軍がフランス革命軍に攻撃された際にも、第33不評連隊はフランス軍に一斉射撃を浴びせ続け、 フランス革命軍の前進を遅らせ、友軍の撤退を助けた。アーサーにとってはこの戦いが、初めての実戦経験となった。後にアーサーは、我々はオランダでの敗戦のおかげで、自分たちの欠点を知り、これを教訓とすることができたと語っている。1795年4月にイギリスへ帰国。敗戦に気落ちして、軍を去ることも考えたアーサーだったが、 最終職先が見つからなかったので、結局軍に止まった。同年5月にはニー・モーニントン・伯爵シャク・リチャードが、加盟のウェズリーを旧加盟ウェルズリーに戻したのに合わせて、アーサーもウェルズリー姓となった。1796年5月に大佐に昇進したアーサーは、6月に第33不評連隊と共に、イギリス東インド会社が統治するインドに派遣された。 彼のインドに対する印象は悪く、兄に宛てた手紙の中で、現地人はヒンズー教徒であれ、イスラム教徒であれ、品性の欠片もなく、温かみに欠け、容赦なき残逆行為を平気で行う。その膨大な人数に物を言わせて、ヨーロッパ人を襲撃しては殺害すると書いている。1798年5月からはニーモーニントン、伯爵がインド総督に任じられて、 インドに赴任してきた。弟ヘンリーも兄の秘書として同行しており、ウェルズリーや兄弟3人で、インドの指導的地位についた形となる。3人は、緊密に協力し合って、インド統治に当たった。この頃イギリス東インド会社領インドは、フランスと同盟するインド南部マイソール王国の君主、ティプスルターンから圧迫を受けていた。ニー・モーニントン伯爵はこれに対抗すべく。 征服戦争を開始する腹積もりだった。アーサー自身はいたずらに、領土拡大を行うことには、消極的だったが、兄の決定には従順に従い、兄の下で軍人として、存分に腕を振るうことになる。第四次マイソウル戦争イギリス王立海軍法令書、ネルソン提督の活躍で、フランス革命軍ナポレオン・ボナパルトのエジプト遠征は、失敗に終わり、 フランス軍がエジプトからマイソウル王国に援軍を送る可能性はなくなった。後期到来と見たニー・モーニントン伯爵は1799年2月よりイギリス東インド海社軍にマイソウル侵攻を開始させた。アーサー率いる第33不評連隊はその中心として活躍し、ティプーの立てこもるセリーンがパタム要塞に対する最初の攻撃を観光した。 しかしアーサーは昼間まで待って偵察せずに、夜間のうちに攻撃を観光しようとしたことで、要塞までの道のサルタンペター林において、どこにいるかわからない敵から一方的に攻撃を、食らって退却を余儀なくされた。この時の教訓で、以降アーサーは昼間に十分に偵察を行うことを心がけるようになった。5月のセディンガパタム要塞への再攻撃では、 デビットバードの指揮下で戦ったが、今度は、問題なく、サルタンペター林を通過して、総攻撃の末に、セリーンがパタム要塞を陥落させ、ティプを打ち取ることができた。マイソウルトール統治と王党族団との戦い戦後、要塞攻略の最大の功労者である、バード少将を差し置いて、アーサーが、セリンがパタム要塞の総督に任じられ、マイソール全域の統治に当たることになった。 アーサーは、公正、腐敗抑止、正直、約束の実行が統治の基本と主張し、法律の整備と秩序の維持に努め、植産工業を図った。また、現地諸行の権威を保障し、マイソウル国民の雇用の創出にも励んだ。一方、この頃から、インド南部で、マラータ族の盗賊団史上デューンディア王の略奪が激しくなっていた。王は、 セリーンガパタム要塞陥落の際に、そこから脱出することに成功し、同じく要塞から脱出した他の元マイソウル兵たちと共に、盗賊団を作って、各地で略奪を行っていた人物だった。アーサーは1799年8月に、王盗賊団討伐に出陣した。王の本拠チチテルドローグを攻め落とすことに成功したものの、この時には王に逃げられた。 逃げ延びた王は1800年4月までに、再び盗賊団を組織したため、アーサーが再度出陣し、同年9月までには、王盗賊団を、インド半島の先まで追い詰めて、とうとう王を討ち取った。1802年4月29日に少々に昇進した。第二次マラータ戦争朝への戦いを描いた絵画。指揮を取っている人物が、アーサー・ウェルズリー少将。 1799年のブルメール18日のクーデターでフランス第一統領の座についたナポレオン・ボナパルトは1802年3月にイギリスとアミアンの和訳を締結したがこの休戦中もナポレオンはインドにおけるイギリスの派遣を覆そうとマラータ同盟の支援を行ったこれに対抗してインド総督であるアニ・ウェルズリー公社クリチャードは次なる信仰対象を マラータ同盟に定めた。再びアーサーが、その実行役となった。1803年2月に、セリンガ・パタムを立ち、プネーまでの1000キロを2ヶ月で行軍した。マラータ族に補給船を断ち切られることを警戒して、牛を引き連れて行ったことが迅速な行軍を可能とした。8月には同盟国、ニザーム王国を脅かしていた、マラータ族のアフマドナガル城を攻略した。 さらに9月には、マラータ族の中でも強力な諸侯であるボーンスレイ家と、シンディア家とアサエで退治した。マラータ側は5万人の兵と100機の大砲を持っており、対するイギリス軍は2不評連隊と1機兵連隊の、計7000人、大砲は20機しかなく、圧倒的に不利な情勢であった。アーサーはこれだけ兵力差がある大軍を相手にするには、側面を突くしかないと考えてカイトナ川とかを、 観光し、アサイの戦いにおいて、ボーンスレー軍、シンディア軍ともに撃破することに成功した。11月にもアルガーオンで、ボーンスレー軍、シンディア軍と、再び対峙し、マラータ軍の砲撃で、セポイが散り散りにされたが、アーサーは的確な指示で彼らを再召集し、また迂回させることで、予定位置に集結させ、勝利することができた。この一連の第二次マラータ戦争の勝利が、 鮮やかだったため、アーサーは一躍有名人となった。1804年9月には、バス勲ン賞を授与され、サー・アーサー・ウェルズリーとなった。しかし1804年中のウィリアム・モンソンのコーターでの敗戦、ジェラルド・レイクのバラトップル攻略失敗で、兄・ウェルズリー公爵の立場はなくなり、1805年に、本国に召喚された。弟であるサー、アーサーもこれを機に、 インドでの職を知りくことにした。1804年のサー・アーサー・ウェルズリー少将。1805年9月にイギリスに帰国した。フランス第一闘領ナポレオンが地中海の発見をイギリスから奪うべくマルタ島を狙い、これに反発したイギリス政府が1803年5月にフランスに宣戦布告したことでナポレオン戦争が勃発していた。 アーサーも帰国して間もない1805年12月には第33不評連帯付き旅団長としてエルベ川に出生したが翌1806年2月には再帰国している4月にキャサリン・パクナムに再び休婚し今度は受け入れられた1807年初頭には長男アーサー・ウェルズリーを設けた1806年4月には来選局から出馬して トーリー党所属の庶民議員に初当選し、政界進出を果たした。議員を務めながら、軍人の職務も引き続き果たした。1807年春には、ポートランド公爵内閣が発足し、サー・アーサーは、そのアイルランド担当大臣として入閣した。またこの時、数密顧問官にも列せられた。2年ほど在職するも、ナポレオン戦争従軍のために辞することになる。 1808年4月25日に中将に昇進した。半島戦争勃発1807年にポルトガル侵攻を決意したフランス皇帝ナポレオンは、スペイン最小マヌエル・デ・ゴドイとの間に、ポルトガル分割とフランス軍のスペイン領通貨を認める内容のフォンテーヌ・ブロー条約を締結した上で、ポルトガル侵攻を開始し、同年12月にはポルトガルシュトリスボンを占領した。 さらに1808年には、スペイン王室を退位させて、ナポレオンの兄、ジョゼフ・ボナパルトをスペイン王位につけた。この一連のナポレオンの横暴に反発した、スペイン民衆は、1808年5月以降、次々と武装放棄し、イベリア半島全土を舞台にした、半島戦争が勃発した。7月には、ピエール・デュポン将軍率いるフランス軍が、バイレンの戦いで、 スペイン軍に敗れる時代となった。こうした状況を見て、イギリス外務大臣、ジョージ・カニングは、ポルトガルやスペインの放棄を支援することを決定し、1808年7月に、サー・アーサーを司令官とする9000人の王立陸軍をリスボンの北方にあるモンデゴ湾に派遣した。上陸にあたって、サー・アーサーは部下たちに、 ポルトガルは国王ジョージ三世陛下の名宝であって、征服地ではない。略奪や強姦は許されない。違反者は厳罰に処すと言明しつつ、ポルトガル市民に対しては、我々はフランスの侵略者から諸君らを解放しに来たと訴えた。普通軍のイベリア半島自治撤退まで1808年8月には全軍の揚陸を完了し、 ポルトガル軍と合流して1万5000人の軍勢で、もって、フランス軍に占領されたリスボンへ向けて、進軍を開始した。これに対して、フランス軍ポルトガル遠征軍司令官、ジャン・アン・ジュノー将軍は、アンリ・フランソワ・ラボールド将軍率いる4000人ほどの、軍勢を迎撃に差し向けた。両軍は8月17日に、ロリカの戦いで激突したが、ライフル部隊を先行させることで、 ラボールド軍を押し戻すことに成功した。続いて、ジュノー将軍自らが、ポルトガル遠征軍の総兵力の3分の2を率いて、出陣してきた。両軍は8月21日に微迷路の戦いで、衝突したが、サー・アーサーの防御的な婦人が功を奏し、フランス軍に、警府標の狙撃と大砲の砲撃を食らわせ、さらに重烈で進軍してきたフランス軍に対して、 王列のイギリス軍が全面、側面から銃撃を浴びせかけることで敗走させることに成功した。この敗北で、ジュノー将軍は8月30日にイギリス・ポルトガル中流軍総司令官サー、ヒューダル・リンプル巡弾者将軍との間にシントラの和平を締結した。これによりポルトガル中流フランス軍はイギリス戦に乗って海上からフランスまで撤退することになった。 しかしこの和平はイギリス国民から不評であり、サー・アーサーも徹底的にフランス軍と戦うことを希望していたために落胆したという。またこの後、イギリスのポルトガル中流軍総司令官となったサー、ジョン・ムーア将軍とも険悪な関係になったため、サー・アーサーはひとまず帰国することになった。仏軍のポルトガル再進行を 撃退1810年のウェディントン死者中将を描いたフランチェスコ・バルドロッツィの絵画1808年9月にムーア将軍率いる英軍がスペインへ進軍すると同年11月にフランス軍もナポレオンの直接式の元スペイン進行を再開し12月にはマドリードを再占領したこれに対して英軍はフランス軍との決戦を避けて撤退した英軍は アメリカ独立戦争敗北の教訓で大陸、奥深くでの長期戦を避け、圧倒的な政界権を活用し、攻撃しては海岸まで撤退することを基本戦法としていたからだが、ナポレオンはイギリス軍の撤退を弱気と誤認し、イギリス軍はフランス軍と戦う資格がないと豪語した。ナポレオンは翌千八百九年一月に、本国の政治情勢やオーストリアの不温な動きから、 ニコラジャンド・デュ・スールと将軍に後を任せてパリに帰還した。入れ替わるように、サー・アーサーが同年4月にポルトガル中流英軍の総司令官として再度、ポルトガルに派遣された。サー・アーサー率いる英軍は5月7日にオポルト南方の道路川とかを観光して、スールと将軍率いるフランス軍の笛をつき、道路の戦いでこれを破り、 スールト軍をポルトガルから撤退させた。続いて、クロード・ビクトル・ペラン元水率いるフランス軍2万3000人がポルトガル向けて進軍してきた。サー・アーサーは戦場をスペインに移して、スペイン軍と交流の上、7月21日、スペインのタラベラデラ・レーナに結集していたビクトル軍に攻撃をかけた。撤退するビクトル軍を スペイン軍に追撃させたが、ビクトル軍は、マドリード駐留部隊と合流して、反転攻勢に転じ、スペイン軍を追い返した。これを受けて、サー・アーサーは、タラベラに守備夫人を敷いて、フランス軍を待ち受け、7月28日のタラベラの戦いで、激戦の末に、フランス軍を退けた。サー・アーサーはこの先行で、ウェリントン・オブ・タラベラ死者区。 道路オブウェルズリー男爵の爵位を与えられ、貴族に列した。タラベラ船を、ウェリントン爵は軍をポルトガルに戻すとともに、リスボン北方に、極秘裏に、トレス・ベドラス船を建設して、フランス軍来衆に備えた。この防衛船の存在は自軍にも伏せられていた。1809年10月に、イギリス本国で、スペンサー・パーシュバル内閣が成立した。同内閣に、 外務大臣として入閣した兄ウェルズリー公爵や、半島戦争を重視する陸軍、植民地大臣ポートランド公爵の後押しで、ウェリントン支爵のポルトガル中流軍は3万人規模に増強された。1810年5月より、アンドレ・マッセナ元水率いるフランス軍が、ポルトガル・スペイン国境のシウダ・ロドリーゴとアルメーダの要塞に攻撃をかけてきた。 両洋祭が夏まで持ちこたえている間、南の防衛を固めつつ、小麦の収穫を素早く終わらせた。両洋祭が陥落した後、ブサコまで交代して、守備の夫人を取り、9月末のブサコの戦いで、フランス軍を退けた。ブサコの戦いに勝利したものの、ウェリントン施策は軍を取れスベドラス戦まで交代させた。マッセナ元水率いるフランス軍が追撃に出てきたが、 トレス・ベドラス戦の入り組んだ残豪や大砲用の落とし穴が広がる光景を見て、マッセナ元帥は、愕然とし、奴がこの山を築いたのかと叫んだという。結局マッセナ元帥の軍は4ヶ月ほど粘ったものの、補給状態が壊滅的となり、1811年3月には、スペインに撤退していった。スペイン・ポルトガル国境の争奪戦続いて、ウェリントン施策は、 スペイン進撃のため、ポルトガルスペイン国境付近の要塞集団、ロドリーゴ、バダホス、アルメーダの奪還作戦を開始した。マッセナ元帥率いるフランス軍も急ピッチで再編成を済ませ、アルメーダを包囲するブレント・スペンサー将軍率いるイギリス軍第一師団に対して攻勢に出てきた。しかし1811年5月11日のフエンテスでオニオロの戦いの激戦の末に、 フランス軍をサラマンカへ押し戻すことに成功した。この勝利により、アルメーダ要塞を奪還したが、フランス軍の防衛部隊には撤退を許してしまった。並行して、ウィリアム・ベレス・フォード少将率いるイギリス・ポルトガル連合軍は、バダホス要塞攻略を開始したが、スールと元水率いるフランス軍が援軍に駆けつけてきて、両軍は5月16日に、 アルブエラの戦いで衝突した。ウェリントン師者区が戦場に間に合わず、また人大な死傷者が出た激戦となった。スールトが退却した後、バダホス要塞の攻略を再開したが、損害が大きく結局、ポルトガルまで撤退することを余儀なくされた。1811年7月31日に大将に昇進した。1811年の冬の間、軍の増強。 急速、補給の確保にあたり、シューダード・ロドリゴとバダホス攻略の準備を進めた。1812年に入ると直ちにシューダード・ロドリゴ攻略を目指して出陣し、1月9日には同志を占領し、オーギュスト・マルモン元帥率いるフランス軍を激戦の末に退けた。この戦いの直後の1812年2月に、ウェリントン伯爵に助せられた。その後、 バダホス最攻略を目指し、1812年3月から4月にかけて、バダホスの戦いに及んだ。勝利して、バダホス占領に成功したものの、やはり激戦となり、甚大な死傷者が出た。戦死者が大量に横たわる戦場を視察した、ウェリントン施策は涙を流しながら、政府が公兵隊と、地雷公兵隊をもっとたくさん送っていてくれたら、勇敢な兵士たちは、 もっとたやすく敵の防衛拠点を制圧して任務を達成していたはずだと述べて政府批判したという。スペイン進撃サラマンカの戦いの指揮をとるウェリントン伯爵大将ウェリントン伯爵は1812年6月13日より5万のイギリスポルトガルスペイン連合軍を率いて挙げた川を溶かしスペイン進撃を開始した。イギリス軍はサラマンカに入り、フランス軍は 道路川を挟んで退陣した。7月22日、マルモン元水率いるフランス軍がイギリス軍右翼を包囲しようと動いた結果、フランス軍の防衛が手薄になるというチャンスが生まれた。この報告を受けた時、ウェリントン伯爵は食べていたチキンを放り捨てて自から伝令となって、規定、エドワード・パクナム将軍のもとへ行き、彼が指揮する第三師団に攻勢をかけさせた。 こうして始まったサラマンカの戦いでパクナム率いる第三師団はジャンギオム・バルテル・ミート・オミエール将軍率いるフランス軍師団を反開させ、ウェリントン伯爵も第四師団と第五師団を率いてフランス軍中央に攻勢をかけ、アントアン・ルイ・ポポンのフランス軍不評部隊を改装させ、ジョン・ル・マルシャン率いるイギリス軍機兵隊が追撃をかけてポポンの軍を壊滅させた。 負傷して、戦線離脱したマルモン元帥に代わって、フランス軍司令官となったベルトラン・クローゼル将軍は、ウェリントン伯爵の攻撃の起点である丘陵を狙ったが、ウェリントン伯爵はそこに3個師団を呼びとして配置しており、これを撃退することができた。ただ、スペイン軍がドルメス・アルバ側の防衛の任を放棄していたため、フランス軍は全滅を免れて、 撤退に成功したフランス軍の撤退を許したとはいえ、サラマンカの戦いは、イギリスの鮮やかな勝利となった。フランス軍師団長の一人、マクシミリアン・セバスチャンフォアは、ウェリントン伯爵が、守備戦だけでなく、構成にもたけていたことに驚き、彼の傭兵術を、フリードリヒ大王のそれに例えて称賛した。ウェリントン伯爵本人も、 後年時分の最大の大勝利の一つにこの戦いを入れている。この戦いの勝利で1812年8月12日にスペイン首都マドリードを占領することに成功した。この功績でウェリントン公爵に助せられた。また9月にスペイン連合軍最高司令官に就任し、スペイン軍の指揮も正式に任せられた。同月、マドリードから4個団を率いて北上して、 ブルゴス氏を包囲した。しかし、ブルゴスのフランス軍の守備は固く落とすことができなかった。フランス軍がマドリードへの再構成を計画していることを知ると、ウェリントン公爵は何のためらいもなく、マドリードを放棄して、全軍をポルトガルまで撤退させた。これが半島戦争での最後の撤退だった。この撤退は兵たちには不満が多かったものの、 ポルトガルで越冬することによって、兵士たちの生活環境の改善、軍災編成はしやすかった。1813年1月に、第33不評連帯連帯長改め王立、この駅兵連帯連帯長に任じられ、3月には、ガーター勲章を授与されている。スペイン最新駅ビトリアの戦いの指揮を取るウェリントン、公爵大将。 ウェリントン公爵は1813年2月にスペインへの再遠征を計画し、5月からそれを実行に移した。ポルトガルを断つにあたって、ウェリントン公爵は二度とここには戻らないと宣言した。この頃、ウェリントン公爵の手元には、イギリス・ポルトガル軍8万人と、スペイン軍2万人、スペイン武正機軍5万人の兵力があった。6月13日にビトリアの戦いで、 スペイン王、ジョゼフ・ボナパルトとその軍事顧問ジャンバティスト・ジュールダン、元帥率いるフランス軍と対峙したが、補給面で圧倒的に有利なイギリス軍の圧勝に終わった。ジョゼフは、ウェリントン公爵が、フランス軍と本国の連絡線を立とうとしていることに、気づき、パンプロナに向けて交代していった。この戦いは、半島戦争におけるイギリス軍の優勢を決定づけた戦いとなった。 イギリス軍は、フランス軍が置き去りにしていった多くの戦利品を得ることができたが、その中に、ジュールダン元帥の式杖もあった。ウェリントン公爵はこれを摂政公大使ージに、献上した。それに対して、摂政公大使は、フランス元帥の式杖をもらった代わりに、イギリス元帥の式杖をあげようという、洒落た返事とともに、ウェリントン公爵を元帥に昇格させる事例を下した。 一方ナポレオンは敗戦報告を受けて激怒し、ジュールダンを解任して、スールと玄水を公認とした。ウェリーントン公爵は7月から、スペイン国内に残された2つのフランス軍に要塞、サンセバスティアンとパンプロナの攻略を開始したが、スールと玄水はこの英軍の分散を利用して、ロンセスバーリエスとマヤ峠に攻勢をかけて、英軍を追い、 さらにパンプローナを包囲する英軍を襲撃して、その補給物資を露獲しようとした。ウェリントン公爵は、スールト軍がレサカを強襲すると予想して、準備していたのでこの動きには裏をかかれた形だった。だが、ウェリントン公爵はすぐに、パンプローナ北方に全軍を集結させて、防衛体制を整えると、ソラウレンの戦いで、得意の守備戦に持ち込んだ。スールト元水が、 サンセバスティアン要塞救出のための抗軍中に誤ってウェリントンの本人に突っ込んだことが功を奏し、フランス軍を徹底的に叩くことに成功した。他のフランス軍もイギリス軍から補給物資を露飼することに失敗して、フランス本国へ配送していった。余裕のできたイギリス軍は、この後8月から10月にかけてサンセバスティアンとパンプローナをじっくり攻略した。 ここにフランス軍はイベリア半島から完全に駆逐されたのだった。ナポレオン最初の失脚から復権まで1814年4月、フォンテーヌ・ブローのナポレオンを描いた絵画ナポレオンの情勢は半島戦争以外でも壊滅的になっていた。彼が万全を期して1812年6月に開始したロシア侵攻は同年末までに破滅的な失敗に終わり、 この情勢を見たプロイセン王国は、ロシアと同盟を組んでナポレオンに反旗を翻した。オーストリア帝国も、ビトリアの戦いでのイギリス軍の勝利を見て、ナポレオンと距離を取るようになり、1813年8月に、至ってロシアプロイセンと同盟して、フランスに戦線復刻した。10月のライプツヒの戦いで、フランス軍が同盟軍に敗れた結果、 ライン同盟諸国の大半もナポレオンから離反するに至った。いよいよナポレオンに止めを刺す時が来たと判断したウェリントン公爵は1813年10月にスペインフランス国境のビダソア川を確保し11月からフランス侵攻を開始した。バイオンヌを包囲しようとしたがこれを恐れたスールと率いるフランス軍はトゥールーズに撤退した。ウェリントン公爵は ボルドを占領し、さらにトゥールーズへ向けて進軍した。一方、ロシアプロイセンオーストリア同盟軍も東からフランス侵攻を開始し、1814年3月末には、ロシア皇帝アレクサンドル一世率いる同盟軍がパリに入場した。同盟軍の占領下で、タレーランを主犯とする臨時フランス政府が樹立され、4月2日には、元老院がナポレオン廃位を決定した。 パリに戻れなくなり、フォンテーヌブローに泊まっていた、ナポレオンも4月4日には、退位を受け入れた。1814年から1815年頃に、書かれたウェリントン公爵元水の肖像が一方、ウェリントン公爵の軍は4月10日に、トゥールーズを攻略したが、翌11日に、ナポレオン側と同盟国側の交渉で、ナポレオンの無条件退位が正式に決まり、12日に、 ウェリントン公爵にもその情報が伝わった。これを聞いたウェリントン公爵は、いい時期だと述べて喜び、同日のうちに、フランス軍のスールと元帥との間に、現地の停戦協定を結んだ。ウェリントン公爵は、本国からこれまでの選考をねぎらわれ、5月3日にウェリントン公爵に助せられた。王政復古して、フランス王位についたルイ18世は、5月30日にも、 同盟軍とパリ条約を締結し、これにより、フランス領土の範囲は1792年時の状態に戻ることになった。また、フランスとオランダの植民地の多くをイギリスが獲得した。ウェリントン公爵は、6月にイギリスに帰国したが、帰国するや直ちに中フランスイギリス大使に任じられて、パリに派遣されることになった。この任命は、ウェリントン公爵が若かりし、 頃ころに、フランスの陸軍士官学校を卒業しており、フランス語と、フランス旧体制アンシャンレジームの機微に通じていたので、政府からフランス復興政と交渉しやすい人物と目されていたためとみられる。もっとも、かねてより、フランス軍との対決姿勢を強めていた、ウェリントン公爵自身は、この任命を不可思議に思っていたという。1814年末から開催された、 オーストリア外相のメッテイルニヒを議長とするウィーン会議にウェリントン公爵も参加した。イギリス代表は外相カスルリー死爵だったが、彼は1815年2月に本国に帰国したため、以降はウェリントン公爵がその代理としてイギリス代表となった。しかし会議そのものは、ロシアがポーランド、プロイセンがザクセンの領有権を主張して譲らなかったために紛糾し、 会議は踊る、されど進まずと揶揄される状況になった。ウェリントン公爵もこの状況に呆れ果てたという。その間イギリス軍に監視されながら、エルバ島の少量死をしていたナポレオンは、ルイ16世紀の弟のルイ18世紀が、フランスの民心を得られない状況を見て、今、フランスに戻れば、政権を取り戻せると判断し、エルバ島を脱出して、ゴルフイコールジュアンに上陸した。 ナポレオンは復興政を反人民の封建主義体制と批判し皇帝政府に復帰することをフランス軍やフランス人民に訴えた。警戒したルイ18世はミシェルネーゲン水をナポレオン捕獲に派遣したがネーゲン水は途中でナポレオンに寝返った。他のフランス軍将軍たちも続々とナポレオンに寝返ったためナポレオンは無欠で パリを奪還することに成功した。この報告を聞いたウィーン会議出席中の各国首脳は反ナポレオンで再び団結し、1815年3月12日にナポレオン排除を決議した。ワーテルローの戦い作戦会議を行うウェリントン公爵減水とプロイセン軍のブリッヘル減水ウェリントン公爵はオランダ領ベルギーで同盟軍の指揮を取ることになった。 ウィーンを立つ前に、ロシア皇帝アレクサンドル一世から世界をもう一度救うのは帰還だと激励された。1815年4月4日に、ブルッセルに到着したウェリントン公爵は9万5000人のイギリスオランダ派のオバーブラウンシュバイク連合軍を指揮し、モンスから海岸にかけて布陣した。訓練が未熟な部隊も多かったものの、ウェリントン公爵の名声や気配りは、 この雑多な多国籍軍の共同作業を可能とした。さらにゲップハルト・レベレヒト・ホンブリュッヘルゲンスン率いるプロイセンルクセンブルク連合軍12万人ほどがアルデンヌからシャルルロワにかけて布陣していた。一方ナポレオンがパリでかき集めた兵力は58万人ほどで、そのうち12万4千人を自らの直属の野戦軍にした。 ナポレオン率いるフランス軍主力は6月11日にパリを立ち、6月14日にはシャルルロワ付近に到着した。ウェリントン公爵は、フランス軍がシャルルロワを攻撃すると見せかけて、西側の進路を取ると予想し、6月15日夕方、霊下のオランニエコウィレムとヒロキョウに指示を出して、ヘラールツベル編からニーベルに至る地域に素早く展開できるよう準備を開始させた。 同日夜10時ごろ、フランス軍主力がシャルルロワに進軍したことを知った、ウェリントン公爵は、ニーベルとカトルブラに軍を集結させるよう指示し直し、その後予定通りに、リッチモンド公爵夫人主催の舞踏会に出席した。その舞踏会のさなか、フランス軍主力がカトルブラに進軍したとの報告を受けた、ウェリントン公爵は、リッチモンド公爵に対して、 ナポレオンにはしてやられました。24時間進軍をして、こちらへ向かってきています。カトルブラでナポレオンを迎え撃つことはできないでしょう。おそらくここで戦うことになりますと述べて、地図上でワーテルローを指さしたという。6月16日、ナポレオンはリニーの戦いで、フランス軍主力をプロイセン軍と戦わせながら、ミシェルネー元水率いるフランス軍の一部を交通の 呂章カトルブラに差し向けた。そこを占領することで、西側面からもプロイセン軍に攻勢をかけようとしたのだが、カトルブラを守る現地イギリス軍旅団は持ちこたえ、同日夕方には、ウェリントン公爵率いるイギリス軍主力がカトルブラに到着し、姉軍を撃退した。一方、リニーの戦いに敗れたプロイセン軍は、ワーブルまで撤退した。 ワーテルローの戦いで指揮を取るウェリントン公爵、元帥プロイセン軍の撤退を知ったウェリントン公爵は、五老隊が惨敗したか、と、冷ややかに述べたという。ウェリントン公爵は七十三歳になっても、前線で指揮を取ろうとする、ブルュッヘル元帥に否定的であったという。プロイセン軍が撤退した以上、英軍がカトルブラに止まる意味もなく、ウェリントン公爵は六月十六日から十七日に、 かけて戦術的交代を行ったが、ナポレオン軍主力が追跡してきた。これを知ったウェリントン公爵は、プロイセン軍のブルフッヘル元水に、ワーテルロー付近への集結を求める伝令を送った。もし、プロイセン軍が来られないようであれば、ウェリントン公爵としてはブリュッセルも放棄して、交代を続けるつもりであった。だが、ブルフッヘル元水からの返答はすぐにも、 ワーテルローへ向かうというものだった。これを信じたウェリントン公爵は交代を中止し、ワーテルロー付近で守備夫人を固めた。6月17日は午後2時頃から豪雨となった。ナポレオンは砲兵の運用のため地面の安定を待って6月18日午後1時まで本格的な攻撃をかけなかった。この隙にブリュフヘル率いるプロイセン軍がワーテルローに接近することが可能となった。 ナポレオンは、プロイセン軍は到着まで2日はかかると考えており、プロイセン軍を追撃しているエマニュエルド、グルーシー元帥の軍を呼び戻すべきとのスールと、元帥の進言も却下している。6月18日午後1時半から、デルロン伯爵率いるフランス軍第一軍団が、イギリス軍中央に攻勢をかけてきた。ピクトン中将の第5師団が迎え撃ったが、激戦となり、 ピクトン中将も戦死した。ウェリントン公爵は、サマセット教少将を率いるこの駅兵旅団と、サーウィリアム・ポンソンビン少将を率いる連合騎兵旅団を応援に送ることとした。ウェリントン公爵は、紳士たちを王室の部隊の名誉のためだと叫んで、彼らを鼓舞した。出撃した両騎兵旅団は、デルロン軍を退けたが、 追撃で負可を意しすぎたため大きな打撃をこむり、ポンソンビー少将も戦死した。続いて午後4時に、ネイ・ゲンスイが、フランス重騎兵連隊を率いて、イギリス軍中央に突撃をかけてきた。しかし、イギリス陸軍は14世紀のクレシーの戦いの、教訓で日頃から騎兵単独突撃に対して、法人を組んで突破を阻止する訓練を受けていた。そのため冷静に横一列になって、 射撃を浴びせかけ、精強なフランス騎兵を次々と打ち取ることができた。ウェリントン公爵は、アイバコペンハーゲンを買って、あちこちの部隊を回り、あと少しだ。プロイセン軍が到着すれば、戦争は終わると兵士たちを励ました。ナポレオンを処分するウェリントン公爵元水と、プロイセン軍のブリュッヘル元水の風刺が、騎兵単独突撃を断念した。ネイ元帥は午後6時。 不評、騎兵、砲兵を適切に活用して、大英三島攻略。これによって、英軍の守備陣形が崩されそうになった。ネーゲン水は、イギリス軍を一気に突き崩すため、ナポレオンに増援を要請したが、ナポレオンは接近してきたプロイセン軍の方を警戒しており、唯一手元に残る兵力のこの絵体を、ロバウ伯爵率いる、第六軍団支援に送った。 その結果、米軍の攻撃は不徹底に終わった。ウェリントン公爵は弱体化した部分の指揮を自ら取って適切に援軍を送って補強し、危機を回避した。午後7時頃になってようやくナポレオンは、大 A3 とに、この絵体投入を決定した。ウェリントン公爵はこの絵第一連隊に、これを食い止めさせている間、第52連隊に、フランスこの絵体の側面をつかせ、 この絵体を配送に追い込んだ。フランス軍最強のこの絵体の撤退で、フランス軍主力に動揺が走った。さらに、プロイセン軍もロバウ軍を撃破して、ラエーサントに押し寄せてきた。ウェリントン公爵は、フランス軍が崩壊し始めたのを見逃さず、始めたことは最後までやり遂げようという恒例の、元前軍を前進させた。ナポレオンは手元に残されていた最後のこの絵体部隊を、 投入しつつ、総崩れになって敗走してくる。フランス兵たちに撃を飛ばしたが、無駄な努力に終わった。結局ナポレオンも戦場を放棄して、シャルルロワへ逃げていった。フランス軍の追撃は、プロイセン軍が行った。こうして、ワーテルローの戦いは、同盟軍の勝利に終わったが、この戦いは、同盟軍側にも甚大な数の戦死者を出していた。 ウェリントン公爵軍は1万5千人、ブリフヘル軍は7千人が戦死している。翌19日に戦死者リストを見せられた、ウェリントン公爵は涙を流しながら、敗戦の時の気持ちは私にはわからないが、これほど多くの戦友を失って得た勝利ほど、悲しいことはないと軍員に語っている。ナポレオンはパリまで逃げ戻ったが、ナポレオンを支持する者はもうほとんどなく、 フランス議会から退位を要求された。同盟軍がパリに接近してくるに及んで、ナポレオンはイギリス軍に投降した。イギリス政府の決定でナポレオンはセントヘルナ島に流刑となった。ルイ18世がパリに帰還し、復興制が再開された。また、第二次パリ条約が締結されてフランスは莫大な賠償金を課され、フランス領土は1790年時の領土まで、 削減されることになった。フランス占領軍の総司令官に就任したウェリントン公爵は本国の外相カスルリーシシと協力して復讐に燃えるロシア、プロイセン、オーストリアの主張を抑えて寛大な占領統治を行った。ロシアが求めるイエナ橋の爆破も退けた。15万人もの占領軍は多すぎるとして縮小することも提案している。ロシア軍、プロイセン軍、 オーストリア軍はフランス国民から激しい略奪を行ったが、イギリス軍はウェリントン公爵の指揮下に規律を保ち、略奪を行わなかった。また、併設者、裏切り者であっても、タレーランやフーシェは、閣僚の地位に留まらせるようルイ18世の説得に当たった。一方で、ルイ18世に復讐で逮捕されたミシェルネ元帥の除名嘆願はしなかった。その結果ネは、 重殺刑に処された1818 18年秋アーヘン会議が開催され、ウェリントン公爵は外相カスルリーシシと共にイギリス代表として出席した。この会議で、ウェリントン公爵はベアリングス銀行からフランス政府への融資を取り付け、フランス政府の賠償金支払いのあてを作り、その結果会議は11月末までにフランス占領軍を撤収させることを決議した。こうして、 ウェリントン公爵も1818 18年12月には、イギリスへ帰国することとなった。1820年頃のウェリントン公爵帰国後、直ちにリバプール伯爵内閣の補給長長官に就任した。この時代、イギリス陸軍に関する管理機構は作装しており、補給長は陸軍の武器弾薬や軍用コートの補給を所管する役所だった。1827年までという、 長きにわたってこの閣僚職に在職したウェリントン公爵だったが、特筆されるような業績はなかった。1822年8月に名優である外務大臣カスルリー主爵が自殺し、ジョージ・カニングがその公認となった。この人事はウェリントン公爵が国王ジョージ4世に推挙した結果だった。カニングはトーリー党内の自由主義派であり、 保守的なウェリントン公爵は彼に好感を持っていなかったが、反政府派に対抗するためには彼の入閣が不可欠と考えていた。だが、カニングの入閣により、閣内の亀裂は深まった。とりわけ、ウェリントン公爵と大法官、エルドン伯爵の保守的な見解が、カニングやウィリアム・ハスキソンの自由主義的見解と頻繁に衝突するようになった。 首相リバプール伯爵や内務大臣、サーロバート・ピール順断爵、陸軍、植民地大臣バサースト伯爵は中間的な立場を取ることが多かった。とりわけ対立が深刻化したのがカトリック解放問題だった。これはイングランド国境会信徒にしか公務就任が認められていない現状に対してカトリックの公務就任を認めるべきか否かという問題であった。 この問題では、カニング・ハスキソンがカトリック解放を支持する一方、ピールがカトリック解放に強く反対した。ウェリーントン公爵もカトリック解放反対の立場だったが、閣内分裂を恐れ、この問題では、バサースト伯爵と共に、閣内融和に努めている。1827年1月に、陸軍総司令官ヨーク・オールバニ公爵が公居すると、 ウェリントン公爵が補給庁長官在任のまま軍職の陸軍最高司令官を兼務した。彼はこの地位に就いたことを非常に喜んだという。1827年2月17日にリバプール伯爵が脳卒中で倒れ公認の首相を決める必要に迫られた。バッキンガムシャンド公爵やニューカッスル公爵などカトリック解放に慎重な貴族たちは公認の首相に ウェリントン公釈を押したものの、党のウェリントン公釈には首相になる意思がなく、国王ジョージ4世から次期首相について加問された際に、私はカニングかピールに対名を与えるべきと考えますが、首相選定は、陛下が果たされるべき責務ですと報道している。カニングとピールは共に、相手の内閣で閣僚になることを拒否していたため、国王としてはどちらかを切らねばならなかった。 国王はカニングに疎閣の対名を与えた。これによりピールをはじめとしたカトリック解放反対派閣僚たちは閣僚職を辞した。カニングはウェリントン公爵だけでも閣内に止めようと説得を続けたがウェリントン公爵はカトリック問題を慎重に取り扱うというリバプール内閣の方針を機関が踏襲するならば止まってもいいが機関にその意思はないことは明白である。 党を分裂させる恐れのある内閣には参加できないと述べて入閣を拒否し補給庁長官職と陸軍総司令官職を辞した。トーリー党主級派から協力を拒否されたカニングは保育党のランズダウン公爵派と連立を組んで組閣した。これによりトーリー党、保育党双方が党分裂状態になった。しかしカニングは首相就任4ヶ月にして病死。 国王ジョージ4世はこの時には、ウェリントン公爵を招集することなく、ゴドリッチ爵に対名を与えている。ウェリントン公爵は、ゴドリッチ爵内閣にも入閣しなかったが、軍職の陸軍総司令官職への復帰は了承している。国王は、カトリック解放派や保育党から閣僚を入れすぎることに反対する立場だったので、内閣のお目付け役として、 トーリー党主級派のジョン・チャールズ・ヘリスを増将として入閣させていた。そのため、ゴドリッチ支社内閣はすぐにも閣内不一致となった。国王とゴドリッチ支社の対立も深まり、1828年1月8日には内閣総辞職に追い込まれた。1月9日に国王はウェリントン公爵を召集して、組閣の対面を下した。ウェリントン公爵は即答せず、 各方面との組閣交渉の時間をいただいて退下した。ウェリントン公爵はまず、カニング内閣に参加していたホイッグ党ランズダウン公爵派に入閣を要請したが、彼らはウェリントン公爵の反カトリック解放の立場に反発して入閣を拒否した。続いてハスキソン率いるカニング派に協力を要請したが、彼らはカトリック解放問題を棚上げにするという条件で、 入閣を了承した。これによって、組閣の見通しが立った。1830年から1831年頃に描かれたジョン・ジャクソンの肖像が、1828年1月20日に大名を排除し、22日に第一次ウェリントン公爵内閣を成立させた。この際に、陸軍総司令官職は辞した。ウェリントン公爵の内閣には、ハスキソン、 パーマストン施策、メルバーン施策など多くのカニング派閣僚が参加していたが、彼らは5月から6月にかけて、腐敗選挙区削減問題で内務大臣ピールと対立を深め、一斉に辞職してしまった。このために、ウェリントン公爵内閣は早々に政権基盤が不安定になった。一方野党ホイッグ党は、ランズダウン公爵派と再統一して、 カトリック問題などで与党に対する攻勢を強めてきた。また1828年7月にはアイルランド独立を目指すアイルランドカトリックのダニエル・コンネルが庶民委員議員に当選するも国境とでないことを理由に議場に入ることを認められずカトリック解放の機運が高まった。ウェリントン公爵は顔面なカトリック解放反対派というわけではなく この頃にはカトリックへの情報も考えるようになっていた。ピールや国王を説得の上、1829年3月にカトリック解放法案を議会に提出、4月に可決させた。これによって17世紀以来議会から締め出されていたカトリックに庶民院議員の道が開けた。だが、カトリック解放に反対するウルトラトーリーが事実上通り伊藤から離反してしまい、 これが裏目に出て、ウェリントン公爵の政治基盤は強化されるどころか弱体化した。また、カトリック問題が落ち着いたのもつかの間で、今度は選挙法改正の機運が高まっていき、保育党若手議員のリーダーであるジョン・ラッセル卿が、腐敗選挙区廃止と大都市の議席像を内容とする選挙法改正法案を議会に提出してきた。なんとか同法案を否決に追い込んだものの、 これによって逆にホイッグ党の反政府団結力は強くなった。1830年6月26日にジョージ四世が放御し、その弟であるウィリアム四世が新国王に即位したことも、ホイッグ党にとって有利な材料となった。ジョージ四世は、ホイッグ党やホイッグ党当初グレー伯爵のことを嫌っていたが、ウィリアム四世はグレー伯爵と交友があり、保育 党に対しても比較的的好意的だったのである当時のイギリスの慣例で新国王の即位に伴って解散総選挙が行われたが、トーリー党が250議席、野党が196議席、無所属、所属不明が212議席という結果になった。一応多数派を得たトーリー党だったが、野党の団結は進み、11月2日にウェリントン公爵が、 選挙法改正は行わないと議会で明言したことにより政府打倒の機運は最高潮に達した。この空気に飲まれてもともと選挙法改正に反対していたウルトラトーリーまでもが当確に協力した。その結果11月15日には政府提出の王室費に関する法案に反対するホイック等の同義が233対204で 可決される事態となり、ウェリントン公爵は、総辞職を余儀なくされた。ここに、半世紀にわたった、トーリー党政権は倒れ、グレー白爵を主犯とするホイック党政権が、誕生するに至った。ウェリントン公爵とサーロバート・ピール順弾爵を描いた、海外公ウェリントン公爵は1834年まで、野党としてのトーリー党を指導したが、この頃から、 党の実務を庶民院トーリー党の指導者、サーロバート・ピール順断者に委ねるようになった。ただ、自由主義的なピールは党内に敵が多かったので、当面は、ウェリントン公爵が党首として、睨みを利かせる必要があった。またピールに実務を委ねるようになったとは言っても、しばしば政治への意欲を取り戻しては、貴族院からトーリー党を指導して、ピールの党指導を成中した。 改革に燃えるグレー白爵政権はまず選挙法改正を目指したが、ウェリントン公爵率いるトーリー党はその反対運動に全力を挙げた。1831年の解散総選挙のホイック党の対象で選挙法改正の大勢を覆しがたくなっても、貴族院で法案を修正して骨抜きにすることは諦めなかった。1832年5月、 選挙法改正法案の審議の際に政府が敗北したことで、グレイ伯爵が総辞職を表明し、ウィリアム四世はウェリントン公爵に組閣の対名を与えた。だが、選挙法改正反対論者が首相に就任することへの世論の反発は激しく、裕福な中産階級が中心となって、納税拒否や銀行預金一斉引き出しといった形で抵抗運動が起こった。 強硬に発展することを恐れたイングランド銀行理事がウェリントン公爵に組閣を断念するよう説得に現れるほどの事態となった。結局ウェリントン公爵は組閣を断念しグレイ伯爵が再組閣することになった。この一件以来、ウェリントン公爵は二度と首相はやらないと公言するようになった。結局、選挙法改正問題は選挙法改正法案に賛成する。 貴族院議員を新たに任命すべきというホイック党の要求をウィリアム4世がしぶしぶ受け入れたことで、ウェリントン公社クラ貴族院とリー党が抵抗を諦め、1832年6月に第一次選挙法改正が達成されるという結果となった。ホイック党は、この選挙法改正をはじめとして政治改革を多数行ったものの、それによって、 ホイック党内の亀裂も徐々に深まり、1834年5月には、スタンリー・キョーラが閣僚職を辞し、ホイック党から離党してダービー派を形成する事態となった。求心力低下を抑えがたくなった、グレー伯爵は7月に辞職し、公認にメルバーン支爵が就任したが、メルバーン支爵は人事案をめぐって、国王ウィリアム4世と対立し、11月にも罷免された。 この後、ウィリアム4世は保守党党首ウェリントン公爵に、組閣の対名を与えた。ウェリントン公爵は首相にはならないと公言していたから、保守党庶民院内総務のピールに対名を与えるべきことを上奏した。ただこの時ピールは、イタリア旅行中であったため、彼が帰国するまでの暫定として、首相を務めることは了解し、第二次ウェリントン公爵内閣を発足させた。 この暫定政権の間に、ウェリントン公爵は、国王ウィリアム四世や保守党幹部たちにピールを売り込み、ピールが首相、保守党党首として、スムーズにスタートを切れるよう尽力した。12月にピールが帰国すると、直ちに首相職を辞し、首相、保守党党首の座をピールに譲った。そして第一次ピール内閣に、外務大臣、貴族院院内総務として入閣した。 だが、野党である保育党、旧進派、オコンネル派の連携で、ピール内閣は1835年4月にも、総辞職に追い込まれ、保育党のメルバーン主尺が、政権に返り咲いた。若き日のビクトリア女王を描いた、絵画1837年6月20日にウィリアム4世が、崩御し、その名である18歳のビクトリアが、女王に即位した。同日開かれた、 ヴィクトリア女王最初の数密委員会議には、ウェリントン公爵も出席していたが、彼はその時の光景を、彼女はその肉体で、自らの椅子を満たし、その精神で、部屋全体を満たしていたと表現している。即位当初の女王は、首相メルバーン死者を偏愛したが、メルバーン死者は、妥協的関係にあった、保守党や求心派の離反で、求心力を落としていき、 1839年5月7日に女王に辞表を提出した。この際にメルバーン施爵は保守党貴族院院内総務であるウェリントン公爵を公認の首相に推挙した。女王はその助言に従って5月8日にウェリントン公爵を招集したが、彼は70過ぎの自分には首相の退任は務まりません。庶民委員への影響力もありませんと廃除し、 代わりにピールに対名を与えるべきことを上奏した。またこの際女王は、ウェリントン公爵に、今後もメルバーン教に諮問してよいかと過問している。野党党首が宮廷で、個人的に君主の相談役になるなど、前代未聞であったが、ウェリントン公爵は、女王の気持ちも察して、これを了承した。だが同日午後に招集されたピールは対名を排除、しつつもメルバーン施策が、 女王の相談役になることには反対し女王の不況を買った。さらにその翌日にピールは保育党議員の妻が大半を占める新出助官をはじめとした女官の一部を保守党の議員の妻に入れ替える宮廷助官人事案を女王に提出したが女王は助官の人事は女王の私的人事と称してこれに強く反対しピールと女王の間で 激しい政治闘争が発生した。ウェリントン公爵は、なんとか二人の仲を取り持とうと尽力したものの、二人は、お互い引く様子を見せなかった。結局ウェリントン公爵は、ピールに対面を廃止することを進め、ピールはメルバーン死者が引き続き首相を務めることに、同意するに至った。ウェリントン公爵もメルバーン死者になるべく協力する、ことを約束することになった。 この事件は、進出助監事件と呼ばれる。ウェリントン公爵のダゲレオタイプ晩年のウェリントン公の肖像が進出助監事件によりもしばらく政権を担当することになったメルバーン主尺だったが、1841年の解散総選挙でホイッ党が保守党に敗れた結果、1841年8月に召集された審議会で敗北し、 総辞職に追い込まれた。同年9月にも第二次ピール内閣が発足し、ウェリントン公爵は無人所大臣として入閣した。1845年12月に穀物法廃止問題が浮上すると当初ウェリントン公爵は穀物法廃止に反対したが、最終的には前期政府こそが穀物法や諸政策などより重要なものであり。 サーロバート・ピールが女王と公共の信頼を得て、その責務に耐え、また、これを全うできる力を持つ限り、彼は、支持されてかるべきであると論じて支持した。国物法廃止法案が庶民院を通過した後の、貴族院第二読解において、君主と庶民院なくしては何も実現できないと、貴族院議員たちに支持すべきことを訴え、法案の貴族院通過に貢献した。 国物法廃止後、保守党はピールら自由貿易派とスタンリー卿ら保護貿易派に分裂したが、ウェリントン公爵はそのどちらにも参加せず、保守党貴族院院内総務の地位をスタンリー卿に譲ると、自身は中立派の席に座った。貴族院に巨大な影響力を持つウェリントン公爵は、ピール内閣崩壊後に成立した保育党政権のジョン・ラッセル卿内閣からも頼りにされ、 王室を通じて、たびたび協力を要請された。ウェリントン公爵の指示のおかげで、ラッセル内閣は、公開条例廃止法案をはじめとする、改革法案を、貴族院通過させることができた。一方、陸軍においては1842年に、再び陸軍総司令官に就任し、死去する1852年まで務めた。ただこの頃には、ウェリントン公爵はだいぶ老衰しており、 耳も遠くなっていたという。かつて名優であった、プロイセンのブリュッヘルが当時72歳という高齢で、ワーテルロー海戦の指揮を執っていたことを揶揄した、ウェリントン公爵も、自身の能力の衰えには、文夫相応な養殖についていたのは皮肉である。子孫である第七代ウェリントン公爵によれば、陸軍総司令部への出勤は一苦労だった。馬から降りる姿は、 痛ましい以外の何者でもなかった。やっとデスクに着くと小言と、居眠りだけで一日を過ごしたという状態だったといい、彼は晩年に陸軍総司令官の職務を引き受けたことは、彼の人生の最大の誤りだったと評している。この頃陸軍について正規兵の不足などが問題視されていたが、保守的なウェリントン公爵は、あらゆる軍政改革に慎重だった。 それによって軍隊の統帥権が国王から陸軍大臣に移り、軍隊が議会のものになってしまうことを恐れたためである。その結果、イギリス陸軍の抱えた問題点は旧体依然としたまま残ってしまうことになる。それでも当時の中国やインド、ビルマ、アフガニスタンを植民地化するには十分であったものの、ヨーロッパ列強の正規軍としては劣弱であることが、 クリミア戦争で証明される形となった。1852年9月14日に、ケントのウェルマーの城で死去。83年の生涯だった。葬儀は11月18日に、セントポール大聖堂で行われた。死の11日ほど前に友人に、戦争するということと生きていくことは、同じことだ。それは知らないことを知ろうと努めること。 つまり丘の向こうにあるものを知ろうとすることだからだという言葉を残した。ウェリントン公爵とアイバコペンハーゲンを描いた肖像が補給線を伸ばしすぎないように交代して防備を固め守備戦で敵を撃退することが多かった将軍である。偉大な将軍の資質は交代が必要な時にその事実を認めて実行する勇気があることだと語った。ウェリントン公爵は ナポレオンと違い、自らの戦勝や功績を大げさに語ることがなかった。ワーテルローの戦いの勝因も、ナポレオンが戦術らしい戦術を使わなかった。フランス軍が従来通り渋滞で進軍してきて、従来通り撃退されただけ。それでも苦しい戦いだった。あと少しで負けるところだったと謙虚な説明をしていた。年老いたウェリントン公爵が、 ハイドパークを歩行中、体を支えてくれた通りすがりの人にお礼を述べた際、その通行人は、この世で最も偉大な人物に手を差し伸べられる日が来るとは思いませんでしたよと述べたが、それに対して、ウェリントン公爵は、馬鹿げたことを言いなさんなと答えたという。常に、イギリス真士たる自覚を持ち、敗者に対しても寛容であった。その精神は、 インドの征服地や敗戦国フランスに対しても発揮された。ウェリントン公爵は戦争が終結したらすべての敵意を忘れねばならない。敵を許さなければ戦争は永遠に続く。大英帝国の政策が些細な悪感情に影響されることがあってはならないと語っている。しばしば略奪を働く霊下の兵士たちを酒を飲むために応募した人間のクズと呼ぶことがあった。 一方彼らの勇敢さは、ウェリントン公爵も認めるところであり、粗暴だが勇敢で、任務に忠実な兵士たちは、軍事的教養以外にも大事なものを持っている、紳士たちに指揮されることによって、戦場で大きな力を発揮すると主張していた。ただ、ウェリントン公爵の霊下の指揮官たちは、軍事教育をほとんど受けておらず、ウェリントンも彼らの能力をあまり高く評価していなかった。 そのためワーテルローの戦いにおいても彼自身が旅団大隊ランクにまで直に命令を発していた。戦場ではあまり派手な軍服は着たがらず全体的に控えめな格好をしていることが多かった。ナポレオン戦争後のご半生は政界での活動が多くなったが、ウェリントン公爵自身は軍務の方を愛しており政治家や民間人と付き合うのは好きではなかったという。 1839年に描かれたウェリントン公爵の肖像画政治家としては、時代の進歩的理念に同調できなかった、政治感覚の鈍い人物と評価されることが多いが、それは、彼が政治以外の場での功績によって、政界の中枢となった軍人首相であり、庶民院での議会政治家としての経験が足りなかったことに起因している。しかし政治家としてはいろいろと、 利点も備えていた。まず、ナポレオンを倒した英雄として、各方面から広く人望があったことである。特に貴族院は彼を困らせようとは、決してしなかった。その貴族院への絶大な影響力により、王室や時の政府からも長く頼りにされ続けた。また、ロバート・ピールという改革に、前向きな補佐役を有していたため、保守的ながらも改革に対して、常に、 後ろ向きというわけではなかった。政治思想面では国政語辞を重視していた。とりわけ貴族員の権限を低下させられる事態と軍隊の統帥権が王から陸軍大臣に移ることで軍隊が議会のものになってしまう事態を極度に恐れた。その立場から君主と庶民院が承認した法案については貴族員も通過できるよう取り計らうことを心がけていた。 第一次選挙法改正も、穀物法廃止も、彼のこの妥協精神によって実現できたものだった。統帥権に関しては、あらゆる軍政改革を拒否することによって統帥権を、君主にとどまらせたため、軍の弱体化も招いた。常に、大衆の革命を恐れており、大衆を憎んでいた。1830年代には、私は、大衆が嫌いだ。私は、悪い時期。 嫌な光景が、大衆によって作り出されてきたのを、これまでに何度も見たと側近に漏らしている。筆まめな人物であり、膨大な量の書簡を残している。書簡を本として編纂し出版したこともある。また議会演説集も出版している。カラーコーンを載せられる、グラスゴーのウェリントン公爵像尺増尺すべて、連合王国貴族。クンイ意。 名誉職など借位勲章1806年に第2代ロングフォード男爵エドワード・パクナムの娘キャサリン・パクナムと結婚し、彼女との間に以下の子を設けた。ありがとうございます。